見つかった時にはね、身の毛がよだつってわかるかな、毛がね、身の毛がよだってもう大変でした。ちょうどもう35、6年前でダイビングポイントを開拓中に偶然にも探したんですよ。見つかった時にはね、興奮しました。初めて僕が発見して、あ、これは与那国の絶対宝になるからシークレットにしようということで、スタッフにもシークレットさせたんです。石井輝明先生、琉球大学の木村正明先生が私と合同で調査を始めたんです。石井輝明先生は、荒竹さんと大変なものを発見したね、自然にしろ人工にしろ、このようなものは大変な価値のあるものだと。例えばどういうところが人間が作ったことかというと、スパイラルステップ、螺旋状の階段とかね。与那国に初めて行くきっかけは、遺跡として認定されてしまうと潜れないんじゃないかっていう噂が当時あったので、いや、じゃあちょっと潜れるうちに行ってみようと思って、仲間のダイビングインストラクターと一緒に休みを使って行ったのがきっかけですね。自然にできたものとは思えないような平らな地形があったりとかして圧倒されましたね。こんだけ平らなものとか直角な壁を見ると、どうしても自然にできたものとは思えないので、これをどうやって作ったんだろうとか、昔の人は何を思ってこういうことをしたんだろうとかっていうのをこう考えさせられるような雰囲気っていうのはすごい神秘的ですね。学者さんとかが調べてる話を聞くと、自然に出来上がるっていう可能性があるというふうな話を聞くと、やっぱり僕としてはやっぱり人間が作ったっていうふうに考えた方がロマンがあっていいので、まあそう思いたいですね。与那国の海中の景観を初めて見たのは2016年だったんですけれども、最初に見た時に陸上に似たようなですね、形のものができているのを知っていたので、陸から海面の下にかけてですね、同じようなものが連続して見れることに、まあ、自分はすごい感動しました。そういうものはなかなか世界中でもいろんなところにフィールドワークに行ってるんですけれども、陸から海の底まで同じものが連続して見えるような場所、自分ではあまり見たことがなかったので、それが非常に新鮮で感動的でした。与那国の海中の景観は人が作った信じられている場合もあるし、自然の力でできたと考えられている場合もあり、私の場合は自然の力でもですね、形はできると考えているんですけれども、ただ人が作ったという説もあってですね、琉球大学の名誉教授の木村正明さんという方が言ってるんですけれども、木村さんはですね、特にそういう考古学的な調査を行っているわけではない、で、そのようなデータもまだ出てきてないので、与那国モニュメントと言われているような場所と、ほぼ同じ形のものが陸にもあるので、それを考えると自然の力でもできるものではないかなと私は考えています。地球科学のメンバーでですね、与那国島の調査をチームでやっているんですけれども、そのメンバーでもですね、人が作ったものと考えている人はいません。与那国モニュメントが人間が作ったものだと思う一つの理由としては、非常に直線上にできている地形というか形だと思うんですが、あの形も自然の断層だったり自然の割れ目で十分説明することができると思っています。与那国島を訪れたダイビングの方々からよく聞くのは、与那国モニュメントのところは非常に神秘的だというようなことはよく聞きます。とにかくね、一番ね、素晴らしく見えるっていう季節は夏場なんですけど、見た時から、発見した当時からですね、地形は変わってません。